こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回もですね、こちら皆さんそろそろですね、どこに来てるのかわかるかなと思うんですが、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんのですね、プレスルームにお邪魔しております。はい、もうね、定番になってきましたね。まあ、今日ね、先ほどまでですね、打ち合わせをしていたんですね。ちょっとですね、以前の動画でも触れたかなと思うんですが、これからですね、春夏の新作で大山別注アイテムをですね、作る予定なんですね。そちらの打ち合わせで今日来ましたので、せっかくなので皆さんにも新しい新作をご紹介できればなと思って、こちらからお届けできればなと思ってます。まあ春服ね、そろそろ皆さん欲しいタイミングだと思うんですね。気温もぐっと上がってきましたし、そろそろですね、どんなもの着ようかなと悩んでる方のために、今回は5点に絞ってですね、これからの春の季節、楽しめるアイテムを皆さんにご紹介できればなというふうに思ってます。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでですね、早速行ってみたいなと思うんですが、まあ春らしいものがいろいろ揃ってますね。まあちょっとね、目に入ってきたのがこちらのブルゾンなんですが、まあ今季はこういったショート丈のブルゾンがかなり多くなってるんですね。まあ、先日ご紹介させていただいたのはこちらのロング丈のステンカラーコートなんですが、こういったものもね、大人っぽくていいんですけども、そろそろですね、もうちょっとライトな着丈の短いものも着たいという方多いんじゃないかなと思うので、そこでご紹介したいのがこちらのですね、ちょっとこうミリタリーライクなショート丈のブルゾンなんですけども、最近ね、こういったモチーフのもの増えてるんですが、まあ、グリーンレベルさんらしく、ちょっと大人っぽくてディティールも、ボタンなんかもね、小綺麗に作っているので、このあたりも含めてなかなかいいんじゃないかなと思いますね。このね、スタンドカラーの部分が個人的には好きで、下にパーカーを着ていただいて、襟を出して着るのもいいと思うし、あとはもう T シャツの上にさらっと着るのもいいかなと思うので、ちょっとね、羽織ってみたいと思います。これはね、個人的にもね、すごく気になってるんですけども、なんかライトなアウターってすごく動きやすいので、個人的にも好きなんですよね。一枚さらっと着ていけば、それだけで着こなしが完成するので、個人的にもいいかなと思いますね。はい、どうでしょうか。なかなかね、雰囲気いいですよね。素材もちょっとこう凹凸感があって、この感じも自然ですごく好きなんですよね。ちなみにこちらのブルゾンの生地ってなんか特徴があるんですよね。どういった生地なんですか？こちらのビュアテックスという生地でございまして、ビュア湖の水を使って染色をして、で、その水をまた綺麗にしてビュア湖に戻すっていう、地球環境に配慮した素材を使わせていただいてます。なんかね、素材の質感もすごくいいし、サステナブルなところも含めて、なんか現代的ですごくいいなと思いますね。結構軽いですね、これね。そうですね。生地感はかなり特徴的です。すごくいいので、ちょっと今季ミリタリーっぽいものにトライしてみたい方だとか、ショート丈のアウターを着たいなっていう方には、これはかなりおすすめなので、T シャツ上にさらりと着るのもいいし、パーカーと合わせるのもいいので、ぜひ皆さんトライしていただければなと思っております。はい、どんどん行きましょう。まあね、結構いろんなものがあるんですが、ショート丈のアウターもいいし、あとはね、結構個人的に気になってるのは、こちらなんですね。グラミチ。結構グラミチっていろんなところでコラボレーションしてますが、グリーンレベルさん長いですよね。そうですね。もう定番で何年もやらせていただいて、毎年人気ですね。すごい人気高くて、まあその中でも結構いろんな展開があって、個人的に気になってるのは、先ほど同じような色でちょっと恐縮なんですが、このね、オリーブの色合いがすごく上品でいいなと思ったんですね。なんかミリタリー感が強すぎると、それまたカジュアルに見えてしまうんですが、なんか品のあるオリーブで、このね、色の感じがすごく上品だなと思うんですが、この色って他のお店とかでもやってるんですか？色や生地感やあとシルエットに関しては別注で作らせていただいてます。別注ですか。やっぱ僕は別注って言葉に弱いんですよね。他のね、ところとこう被らないというか、持ってる人があんまりいないというところも含めていいかなと思うんですが、このね、色味すごく素敵だなと思っていて、まあ、例えばどういった着こなし入れるかっていうと、まあ、ブラック系のアウターとももちろん相性がいいかなと思うんですね。さっきのこのビアテックスのアウターは、ね、ブラックもあるので、こういった形でブラックのアウターとボトムスオリーブにして、中は白系のこのパーカーとか合わせてもいいかなと思うんですね。こんな形もいいと思いますし、あとは、こちらのマネキンを見ていただきたいんですが、こういったこうライトグレーのね、ステンカラーコート、先日の動画でもご紹介しましたが、そういったものの中にこう、こちらではブラウンのボトムス入れてますが、こういったオリーブのパンツでもいいかなと思うので、結構ね、こういったオリーブ系の色が使えると、
おしゃれに見えるんですよね。ついブラックとかね、そういった色を選んでしまいがちなのは、僕自身もそうなんですが、たまにはこういったオリーブ系入れてあげるだけで、ちょっとこうミリタリーっぽい感じもありつつ、今っぽい雰囲気も出るので、これはすごくおすすめですね。なんといってもグラビッシュ履きやすいですよね。そうですね。はい、続いてこっち側に移ってみましょうか。まあなんか春といったら、やっぱりこういったカーディガンですね。このあたりもなんか T シャツの上にさらりと着ると着こなしが完成するので僕大好きなんですよね。これもね雰囲気いいですよね。まあ肌触りも良くてそんなにこう薄すぎず厚すぎずの肉感がねちょうどいいかなと思ってまして、色もこれは何色なんですかね。ロイヤルといって、まあ、ネイビーより気持ち明るいブルーになりますね。あ、色合いがなんか春らしくてすごくいいですね。なんかブラックだとかそういったダークネイビーみたいなものは定番でよくあるんですが、まあ、春らしいこういったまあちょっとねロイヤルブルーっぽい感じもいいかなと思うので、ちょっとこちらも羽織ってみたいと思います。こういった配色って定番色なんですか？ネイビーより結構ロイヤルカラーの方が春は綺麗だったりしますね。あ、そうなんですね。なるほど。このカラーはなんかね、いろんな色にもなんだかんだで合いやすいですよね。ホワイト系の T シャツとかこういったブラックのパンツとも合いやすいので、どうですかね。なかなか色合い綺麗ですね。華やかな感じがしますよね。僕はこういった白系のプリント T シャツを着ていて、下ブラックのパンツなので、まあ皆さんもね、こういったものを動画でよくご紹介してるんで、お持ちかなと思うんですが、手持ちのものとも相性がいいので、まあサイズ感もなんかこう、ピタッとしたタイトな感じではなくて、ちょっとこう今のトレンドといいますか、ゆったりめの雰囲気もありつつ、大きすぎないですね。こういった肩のラインも少し落ちているところ、このあたりが、まあ、通常のカーディガンと比べると、今のトレンド感にも合っていて、すごく雰囲気いいんじゃないかなと思いますね。色綺麗ですね、これは。結構こういった綺麗な色って、男性からの評判もいいんですけど、女性から褒められることが多かったりするので、綺麗色のニットはですね、ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っております。はい。まあね、このカーディガンもいいんですが、続いて気になるのはどこら辺かな。後ろの方に行きましょうか。ほんとね、いろいろあってお店のようなので毎回テンションが上がるんですけども、次はですねこちら見ていきましょうか。はい、ニットだとかねシャツとかいろいろありますね。このねボトムスは先日ご紹介してめちゃくちゃ売れているというお話を聞きましたが、何でしたっけ？オルマイでしたっけ？そうです。オルマイイージーパンツです。オルマイイージーパンツ。これはね、めちゃくちゃ僕も履いてますね。ね、これもう全部ゴムになってるので、そのままズボッと開けるので、僕みたいなね、めんどくさがり屋にはもう最適のボトムスで、まあ今日のね、僕もこういったブラック系のパンツ履いてますが、一本着こなしの軸としては素晴らしく使いやすいんですが、僕がご紹介したいのはこちらではなくてですね、ニットですね。まあなんかこういったライトグレーのニット僕大好きなんですよね。昨年もグリーンレーベルのライトグレーのニットを購入しまして、僕もすごく活用したんですが、ホワイトもいいんですけど、こういったなんかほんのり明るさがありつつもグレー味のあるものっていうのが個人的にはすごく好きで、なんか今季のこちらのニットは個人的にも欲しいなと思うんですね。質感としてはニットなんですけども、ちょっとこうスウェットライクな感じがして、そのあたりも今の雰囲気に合っていて個人的にもいいなと思いますね。このあたりのね、こう腕の付け方っていうんですかね、また雰囲気あっていいですよね。そうですね。あのニットなんです。上品には着れるんですけども、ちょっとこう気持ちカジュアル感も出すというか、うん、スウェットライクに着れるタイプ。そうですよね。このニットとスウェットの中間を狙ったあたりがすごくいいかなと思うので、まあ、1枚で T シャツの上にね、丸首の T シャツの上に着ていただいてもいいし、あとは重ね着でも使えるので、まあ、先ほどのミリタリーライクなショート丈のブルゾンに合わせてもらうのもいいと思いますし、あとはね、こういったステンカラーコードでね、ちょっと今背中しか映ってないですけども、こちらの内側で同系色で合わせてもらってもおしゃれかなと思うので、これはすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思いますね。はい。続いてですね、僕のね、大好物のストライプのシャツね、これが好きなんですよ、僕は。もう先ほどですね、こっちちょっと回ってもらってもいいですか？このマネキンに着てもらってるのがまさにこのシャツなんですけども、すごくねこの太めのストライプが雰囲気いいなと思うんですよね。こういったステンカラーコートという綺麗めなコートの中にこういったアクセントとしてストライプが入るとすごく華やかさもあるし春っぽさも出ていいなと思うんですね。大好きな感じです。
襟に関してはこれはまあレギュラーカラーになっていて、ちょっとコンパクトで全部締めてあげてもいいし、あとは下に白 T 着ていただいて、第一ボタン開けてもらうっていう着こなしもできるので、結構ね、着方によって全然雰囲気が変わるので、このあたりのシャツも1枚持っておくといいと思いますね。で、まあシャツは丈が長いので、こういったステンカラーコートで、コートの方が長いっていうのもいいし、もう先ほどから何度もお伝えしてますが、こういったショート丈のブルゾンの内側に入れて、こっちのブルゾンよりもシャツがちょっと長いっていうのも結構ね、これまたアクセントとして良かったりするので、丈の長さをね、変えながら着こなしを楽しんでもらうのもいいかなと思うので、これはかなり名作だと思ってるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っております。はい、ということで今回の動画ではグリーンレーベルさんの春の新作の中で僕が注目している5点を皆さんにご紹介させていただきました。まあどれもですね、春らしいアイテムばかりなので、一着加えるだけでも一気にですね、気分が変わるのかなと思ってますので、ぜひ皆さんもオンラインですとか、あとは店舗に行っていろいろと試着してみるといいんじゃないのかなと思ってますね。まあ今日はですね、この撮影の前に打ち合わせをしていまして、実はちょっとここら辺にね、見えてるものがですね、ちょっとモザイクかけたいぐらいなんですけども、まあこれから発売されるコラボレーションアイテムなんですね。まあちょっとこの後ですね、実際に着ながらどういう形で皆さんにお伝えするのか、僕自身もワクワクしてるわけなんですが、まあちょっとね、これから先楽しみな企画がいろいろありますので、皆さんもぜひ乞うご期待という形で、楽しみに待っていただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。